サブイベントかな。ほんまですか。俺オデッセイ行ってみたいっす。あー、これも情報収集かな。めっちゃ可愛い子多いらしいじゃないですか。オデッセイいっぺんいたけど、俺はあんまし好きな店とちゃうかったわ。え、なんでです？めっちゃ人気やないっすか。情報誌でも一押しでしたよ。そらそうや、女の子は可愛いし、店のサービスも文句なし、看板に偽りなしって感じやったわ。ほら、何があかんのですか。他の客がな、どいつもこいつもどこぞの企業のお偉いさんかなんかで、全にしこたま持ってますいうおさんばかりやねん。へえ、客を見る目が厳しい。ほう、やったんですか。そら俺みたいな初心者にはハードル高いですわ。お、めっちゃ褒めてくれてる。やったね。いや、うちの店一人勝ちみたいな感じじゃない。高級感がありすぎておっさんしか寄りつかん。よし、お店のね、もう近くなんですけど、情報収集をもう少ししたいな。うん、結局2人しか見つけられなかったな私は。まあ行ってみよっか。オデッセイここかな。オデッセイここやな。もう入るか。じゃあ入ります。うん、さすがに正体バレるとまずいか。どうすんの。あんま変わんないような気もするけど、髪型でバレそうな。いらっしゃいませ。あ、どうも。ああ、すんません、ただいま満席でして。ほう、少々待っていただいても構いませんでしょうか。かまへん、待つ。ほんま、すみません。そしたらこちらでお待ちください。よろしければお飲み物もお持ちしますが。ああ、そんな気ぃつかんでええね。のんびり待ちますわ。満席でも客を追い返さんのはさすがやな。ここは下手に望みを示せん方が早く中に入れそうやな。うん、まあ、ナンバーワンだからね、そんなすぐに来れるかどうかわからんしな。大変お待たせいたしました。一名様ご案内いたします。こちらへどうぞ。のぞみはどこにおるやろうか。まずは店内の様子を観察しようか。お、店内見ます。左スティックで店内見回すことができます。気になるところを丸ボタンで観察してみましょう。あの宅なかなか盛り上がったな。派手な私服のおっさんとプレイボーイ風の中年さんに安い服の若造が一人。あれは芸能関係やな。番組ディレクターと俳優、若いのが AD っちゅうところか。客が3人に対してホステスが2人、どうにもバランスが悪いの。ほう、なんか変なのいるんだけど、何あいつ。ん、なんや、なんや、性欲の権限みたいな男やな。お姉さんはあんなにも人気ある。え、なんかさ、こういうこいつみたいな、なんかセブンにもいなかったっけ。あそこ50過ぎたおっさんが2人。スーツは常務の腕時計もイタリア製の高級品や。金融系か不動産系で間違いない。あの感じは接待とちゃうな。ボトルも入れとるし、かなりの常連や。熱心に口説いとるところからすると相当な入れ込みようやな。ああいう客がおる店は強いで。へえ、そうなんだ。え、あとなんだろう、どこを見るべき。あとどこだろう。まだあるっぽいんだけど。ん？ホステスがどの子も微妙に古いの。ザ・女子大生っていう感じで、よく言えば王道、悪く言えば一昔前の流行や。
どねだいの男にあまり受けへんやろうが、年の離れたおっさんには案外備えな方が安定して受けるもんや。みんながみんな似たようなところを見ると店側の欲しいんないだろうな。うん、あそこは空いとるな。確か満席っちゅう話やったが、人気店ちゅう雰囲気を出すために席に余裕があってもわざと入り口や客を待たせとうのかもしれんな。へえ。失礼しまーす。お、タカコちゃん。タカコです。やっぱりそう簡単に一芸の客に望みはこんか。はいはい。ちょ、え、エロい。こら、えらいビッピーさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼む。はい、こっちお願い。う、太もも。こういうところでしかできないファッションだよな、こういう服って。さて、じゃあ何を聞こう。望みのことは聞けたらええんやけどな。じゃあオデッセイの話、まずは外側から、外堀から見ていこう。またえらい混沌な。毎日こない繁盛しとるんか。まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？ほう、ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？ん？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に勝たな、全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますね。仕事で罰金課すのってさ、なんか労働基準法的なやつ引っかかったりしない？自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで。正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。オデッセイはグランドを抜こうと必死みたいやな。だがその勢いもそろそろ頭打ち、新しい客が喉から手が出るほど欲しいはず。じゃあ次、じゃあホステスの話。あーやばい、でも望みの話になっちゃうか。この店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや。そう、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。めっちゃ雇ってるね。多いのか少ないのか分からんけど。知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ほう、そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます。そんだけ辞める子が多いんです。わおブラックバイとか。なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですよ。うわー嫌だね。競争が激しいっていうことか。せやけどそない中でも人気ある子っちゅんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。可愛いのかな、のぞみ。流れや。そののぞみ、たかこちゃんの話聞きたかった。どんな子なんや？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。ああ努力やな。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。ああせやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてえな。
うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。噂通りホステスの教育は完璧なようやな。これなら目の肥えた金持ち層でも十分に相手が務まるやろな。あー、高子の話聞くの忘れたというか危険かった。順番ミスったな。誰？ミスんなかったらサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん？あれ、山形さんってオデッセイの支配人やっけ。どうも。ようこそオデッセイへ。楽しまれてますか？目の敵にしとる。これはこれは山形はん、オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当てはのぞみやね。あ、さすがはうちとためはる店の試合人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察、それがあんたのやり方か。そないなことせんでものぞみに会いたきゃ呼びます。せ説得でも交渉でもしたらえ。もう引き抜かれない自信があるのか。トップのあんたがうんと言わなことは動かん。俺が説得しに来たんはのぞみやのうてあんたや。山形、私を？あんた今のオデッセイに危機感を覚えてて、どうにか変えようと焦っとるらしいじゃないか。ほうほう、一体誰がそないなこと。俺が見たところ、この店確かに繁盛しとるが客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。キャピキャピしてる。さらに言えば今いる客層も決して良くはない。金持ちのおっさんばかりのせいで高級なイメージがつきすぎてる。ああ、外の人言ってたよね。たまに若い客が来ても店の雰囲気に馴染めず、なかなか常連にはなってくれへんのとちゃうか。なるほどね、ここの説得にかかってくるのか。まだ。実は今オデッセイは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しいちゃうか。トレード。根拠はあるんやろな。俺が店に入った時満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。そうだね。せやけど中に入ったら空席が目についた。うん、これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことや。入れ替わり激しいって言ってたもんね。すぐやめちゃうって。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本、場合によってはクレームが来てもおかしない。へえ。よう見てはるな。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど、こちらの事情は全てお見通しってわけやね。はい。オデッセイのナンバーワンはのぞみや。けどそののぞみがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃ってここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもり。はい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 。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。はい。お金と方法。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の1番バッターっちゅうとこが。
そいつらから好きなの何人でも持っていけ。おお。真島藩、あんたが根付けた秘蔵庫をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。もうヤーさんじゃなくて商人の方が向いてるじゃない。ってことでいいな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなのはこれ限りにしてもらいましょうか。まあそうなりますよね。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。覚悟はええな。好きにせえや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりって。 いいんじゃん。この二人なんか切磋琢磨していきそうな。ほな、山形さんも割と話の分かるような方でしたね。本当ですか。お、店長。ああ、望み来るで。なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんね。のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。こんなにいろいろあった一日やったな。飯でも食ってから帰るか。今日は蘇天堀通りの方に行ってみるか。おお、じゃあご飯を食べて帰ると。はーい。面白いな、やっぱ。こうなんか私の知ってるキャラが出てくるとやっぱ嬉しいね。あ、真島さんはセブンではね、あの戦闘キャラというか敵として出てきてめっちゃ強かったけど。え、どこどこどこ。あ、こっちか。はい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 。大阪も美味しい食べ物いっぱいありますからね。粉もんがうまい。おお、あ、これあれ、グリコじゃなくてなんだこれ。ちょっと待って、もうやめた。もううるせえな。何が臭いだよ。お前よりはいい匂いやわ、こんにゃろめ。立て、しょうがないな。ヒートするか。オッケー。え、まだ何やさっき、お前か。よし、さよなら。オッケー。大阪もね、まだね、コロナに油断できないからな。 USJ とか行きたいしさ。あれ神戸だっけ、あのドラクエ、ドラクエなんちゃら、ドラクエのテーマパークみたいなのもうあるんだっけ。どうだったっけ。真島さん何食べるんですか、ご飯。ん、舐めとんのか、悪い。また巻き込まれに行く。ん、え、怖っ。なんかやばいの持ってるよ。来ないでかい刀持って勝ち込みかけるアホがどこにおるっちゅうんや。ブスとかチャカとかもっと持ち向きゃないんかい。その清流刀の良さがわからないのか。だからあんたには売る気が起こらないのか。密売人、え、密売人風情が舐めやがって。どうや武器の取引をしてるみたいやな。面倒なとこに出くわしてしもたわ。私は自分が認めた相手としか取引をしない。あんたが私の武器を扱うにふさわしい男かどうか試させてもらおう。試せるとどういうこっちゃ。これか、私と手合わせしてもらおう。私をうならせることができれば合格。ほう。え、うん。この武器。
少し荒っぽく行きます。強っ。おー、やりますね。ボコボコやん。うわっ、やめたで。あ、どうしたの真島さん。お、真島さんの新スタイルかな。なになになに。真島さんも複数あるのか、スタイル。何や今の棒さばき。まともな武術とちゃうのに相手の刀の動きを完全に封じとったで。クソが。あ、へえ、よっぽどええ武器やないか。これはどこにでもあるただのコンだ。ヒノキの棒ですね、言うなれば。やはりあんたでは使いこなせなかったようだな。二度と私の店には来ないでくれ。へえ、この人何、武器屋さんなの。なんか見た目料理人っぽいけど。見とれてしまった。武器の取引屋なんて厄介ごとに巻き込まれるのはごめんや。見つからんうちは早いとこ立ち去らな。あっ、わっ、あっ、あっ、米木さん。ちょうど今あの人存分に手合わせできる場所を探しておったところじゃ。あっちには先客がおるで、なんだかヤバそうなやつじゃ。あの男はフェイフーというものじゃ。へえ、武具屋を営んでおる。武器で戦われたらなかなかのものじゃ。おさ、あの男を知っとるんかいな。あやつの死んだ親父とは古い付き合いでな、サテンボイに来たのはあやつの顔を見に来るのも目的だったんじゃ。せっかくじゃ、フェイフーに紹介してやろう。似合って、ちょ、余計なことすんなや。大事を申すでない。お主にとってもフェイフにとっても悪い話ではないぞ。それにな、そんなこそこそしてても無駄じゃ。フェイフはとくの昔顔主のことに気づいておったようじゃぞ。ああ、怖っ。後ろに立たれた。米木さん、私はその男が信用なりません。危険な雰囲気を感じます。おお、さすが。まあ屋さんですから。もしも固いことを言うのを、これさっさとこの男に試験とやらをせんか。おお、なんで俺が試験受けなあかんのや。マジもあぬし、先ほどの二人の戦いを見て何か思いついたような顔しよったな。つくづく戦いの才能がある男のようじゃな、あぬしは。そのしょうもない思いつきがこの武器の達人フェイフに通じたとしたら、ひらめきを生かすも殺すもあぬし次第。そう、ご飯食べてお家帰りたいんだけど。あなたがそこまで押すならいいでしょ。決まりじゃ。そこに捨ててあるバットで。バットだと。これはまた面白い対決になりそうじゃ。じゃあ早速始め。よし、行きましょう。怪しい男フェイフーさん。お、スラッガースタイルだって。方向キー右でスラッガースタイルに切り替えられます。はい、あ、お、バット持った。バットでガード、堅牢なガードを堪能してみましょう。武器を使ったガードは堅牢で弾かれにくいのが特徴です。え、でででで、あ、L1 ね、L1。 トゥ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 、痛い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 。おお、あと4回。あ、ちょ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 、いてて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 、痛い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 。正面向いてないとダメなのね。いて、え、ちょっと全然避けられないんだけど。オッケー、いてててこの攻撃が難しい。ちょ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 、あと3回だよ。オッケー、オッケー、あと1回。いでででで、こいついちいち動くからな。下手くそか。オッケー、よし。
おお。ガードの方が難しかったな、チュートリアルの。やりましたやりました。バットを武器として使いこなすとは、あんたなかなか面白いことをするな。勝ち込みで使ってたのを思い出しただけや。昔よりよく触れとったと思うけどな。ハソガオ主でもフェイフを相手につけ焼き場では辛いかと思ったが、奇遇じゃったか。はい、もちろん合格です。あなたのような人にこそ私の店の顧客になっていただきたい。そんなん言われても、今の戦い方見ればわかる通り、普通の武器には興味ない。むしろ好都合です。私はただ武器を横流ししてるだけの売人ではないのですから。これかお時間ありますか？私の店はこの近くにあるのでご案内します。そこで詳しいことをご説明しましょう。ん？あ、普通に料理屋さん。やっぱあれか、料理人 かつ武器もちょっとやってますみたいな。ここは私たちの店。おー、これ何、龍虎飯店でいいのかな。表向きは妻と二人で中国料理店を営んでいます。ロンファさん、うん、ただのブグ屋とちゃう言ってたが、それは一体どういう意味や、はい、この店で主に取り扱っているのは、私自ら魂を込めて錬成した武器の数々、いわばオーダーメイドの武器の。へえ、武器商人やのって武器職人に当たっちゃうわけか。そういうことね。うちの武器の作り方、なんかあれか、素材が必要なのか。世界各地にあるエージェントと呼ばれる武具探索のプロに様々な仕事を依頼することができます。依頼の内容は下記3種類あります。武具の入手、武具作成方法、レシピの入手、武具を作成するための素材の入手。エージェントの力を駆使して世界中の強力な武具を手に入れましょう。エージェントに珍しい素材を取ってきてもらうんか。なかなか変わった趣向の店やな。世界各地の武器商人と太いパイプを作るのが私たちの目的なのですが、エージェントによってはジャングルにも、ジャングルにお宝探し、そういった古代文明があった場所からは美しさを追求した武具が出てくることもあります。私はそういう武具も取り扱いたいと考えています。それとある程度投資してくださった場合、お礼として私が武器の扱い方を教えします。それじゃさっき俺と戦った時はまだまだ本気はなかったっちゅうことか。先ほどはあくまでも試験でしたから。クエもどこやの。そう、俺めっちゃ腹減ってんのやった。表向きは中国料理店なんやろ。なんか飯食わせてくれや。ふふふ。ちょ、飯テロ来るか、飯テロ。な、チャーハンとか、餃子とか食べたい。あ、飯テロなかった。がーん。マジマトやら、お主に一つ頼みがある。なんや急に。この店のことは他言無用なのはもちろんじゃが、あの二人の様子には注意しておいてほしいのじゃ。ん？は？あの夫婦になんか問題でもあるんかいな。今はまだ詳しくは言うのだ。あの店はそのうちとんでもない相手を敵に回すかもしれない。なに？どういうこっちゃ。まあ今はまだ心配なさそうじゃ。とりあえず気が向いたらあの店で武器を買ったり探索の発注をしてやってくれ。わかった。わしはこれから野に出て鍛えてまいる。お主もせず精進せよ。なんかいろいろあるんだな、この店も。